さあ、ウクライナ、ポーランドを3週間にわたり取材してきた松本記者にここからは話を聞いていきたいと思います。戦争が一般市民に与えた影響などについて今日はしっかり伺いますが、松本さん、今どちらにいるんでしょうか。はい、私が今いるのはリビウ市内の中心部です。後ろに見えているのがオペラ劇場となります。リビウは世界遺産にも登録されていて古い街並みがたくさんあります。そしてただこちら一方、横を見ますとですね、1階の部分には板張りがされています。文化財を保護するためのものです。上に目をやるとですね、こちらも窓が割れないようにテープで貼られています。こうしてまた下の、通りを見ていますとですね、ウクライナ軍の兵士が銃を持ってパトロールをしていたり、穏やかな空気は流れているんですが、そういったところを見ると今も戦争が続いているということを再確認させられます。今こちらも多くの人が集まっているように思うんですけれども、今日は休日とかなんですか。いえ、今日は平日です。リビウ市内はですね、昨日はウクライナの大きな休日だったんですが、その際はこの人数よりももっと多くの人が集まっていました。リビウ市内には、避難民の方も多く来ています。今リビウには2割から3割の方が、東部や南部から避難してきている人だというふうに言われています。なるほど。3週間こうずっと取材をされていてどうでしょうか。その移りゆく日々によってこう変わっていく様子っていうのを感じましたか。はい、私は実は4月にも一度リビウ、ウクライナの方に来ました。その際と変わったところというのはですね、私のこの後ろの方向にはですね、リビウの駅があります。リビウの駅には4月に来た際には非常に多くの避難民が来ていました。ホームは避難民で埋め尽くされていました。しかし2日前に訪れたところ、そうした避難民の姿はほとんどありませんでした。話を聞くと多くの方が、多くではないですね、本当少しの方なんですけれども、その方の多くはキーウなどに戻るということでした。また私はリビウ市内にある兵士の墓地も取材をしました。2ヶ月前は数基の墓があったんですが、今回行ってみると50を超える兵士の墓がありました。つまりそれだけ兵士の死者が増えているということを、そうしたところからも感じました。同じ国内で今も戦闘が続いているという中で、リビウはまだその点は大きなこう戦闘もなくという状況なんですかね。そうですね、リビウ市内に私は来て1週間ほどになるんですが、ほぼ毎日空襲警報の方は鳴ります。ただこの近くに着弾した、そういった話は入ってきていません。リビウには、NATO、西側からの武器が供与されるための線路が、鉄道網があるんですが、そういったところをロシア軍は、ミサイルで攻撃をしている、そういった話はあるんですが、私たちがいるこの中心部を攻撃している、そういったことは今のところはありません。こちらの映像から見ている限りですと、まあ戦争をしている国の中でも平穏な日々を送れているのかなと思うんですけれども、実際食料事情や学校などはどうなんでしょうか。はい、食料事情に関しても基本的にはスーパーに行けばパスタやお米などは手に入ります。ただ一方で缶詰やミルクなどは少なくなっています。前回話を聞いた際には缶詰は基本的にはできるだけ多く東部や南部の戦地へと送られるためだということです。また学校に関してはウクライナも新型コロナの影響があったので、ここ1年間はリモート授業の方が続いていました。しかし今年の9月からまた対面での授業を再開するということです。その理由としてはやはりリモートでは授業を受けられていない生徒が多いと、リビウ市の発表ではおよそ2割の生徒が、授業を受けられる状況ではないという、推計が出ていて、そのため9月からきちんと対面で授業をやろうと、そういうふうな方針に切り替えたと聞いています。なるほど。先ほどの墓地のお話にもありました通り、まあ、死者の数はどんどんと増えているということですけれども、そういったあたり市民の皆さんどのように受け止めていらっしゃるんでしょうか。はい、ウクライナ軍の高官によりますと、
今回の侵攻の中で1万人の兵士が亡くなったということです。その死者は今後も増え続けるだろうというふうな話をされていました。私は3日前にアゾフ大隊に所属する兵士と話をすることができました。彼は28歳なんですが、もともとはドンバス地方、2014年の侵攻当初からマリウポリなどを防衛に当たっていました。今回の侵攻では南部ヘルソン、要衝のヘルソンで軍務に当たっていたんですが、2ヶ月前に頭部などを負傷したということです。そのためリハビリを兼ね、治療を兼ね、故郷であるリビウに戻ってきました。また彼は頭部などの外的な治療は終わったということです。ただ心のケア、メンタルに今問題を抱えていて、先ほども話しましたけれども、リビウ市内でたまになる空襲警報、これがドキッとさせられると不安な気持ちになるというふうに話していました。こうした兵士のメンタルケアというのも今後大切になってくると思います。視聴者の方がこの心のケアができる人というのは足りているんでしょうかという質問を来ていますけれども、どうでしょうか。はい、私はですね、3日前にリビウ市内で開かれたリハビリテーションセンターのオープニングイベントを取材しました。そちらではその中で精神科医の方の話を聞きました。その方の話の中では、メンタルケアをできる専門の医師というのは足りてはいないということです。ただそのイベントの中にはドイツの保健大臣なども来ていました。その中のスピーチで、ドイツもウクライナの市民たちを助けるために積極的に医師の派遣であったり医療物資を支援していきたいと、そういったことを表明されていました。こうしたメンタルケアも含めて国際的な支援というのが必要になってくると思います。もちろんこの 兵士だけではなくって、一般の市民の皆さんの中にも、メンタルケアが必要な方、またもっと怪我をされている方、そして亡くなっている方もいるんですよね。はい、国連機関の推計では、今回の侵攻でおよそ4000人の市民が亡くなっているとしています。また同数程度の怪我人の方もいらっしゃいます。その中には子どもも含まれます。先ほどの VTR にもありましたが、ヤナさん、11歳の少女ですね。彼女は東部のクラマトルスクの駅でロシア軍とみられる攻撃によって両足を失いました。彼女は今後専門的な治療を受けるためにアメリカに行って治療を受ける方針があるということなんですが、彼女と母親の希望としてはウクライナ国内で治療を受けたいということを話していました。その大きな理由はですね、お父さんですね、父親が今もウクライナ国内に残っているということです。家族はできるだけ近くにいたいということを話していましたし、先ほどの VTR にもありましたが、夢はあるのかという質問に対して明確な答えが出せない、そういった精神的な状況もあると思います。そうした子どもも含めた避難民へのケアというのが今後やはり大切になってくると思います。視聴者の質問にですね、病院などは希望すれば行ける状況なんでしょうかという質問も来ていますが、病床使用率ですとかそういったところはどうなんでしょうか。はい、手元に具体的な病床使用率、そういったものは入ってはいないんですが、リビウ市内は比較的大きな町です。ただキーウ、一番首都ですね、などからも避難民が来ています。そういった点から前回4月取材した段階では満床を迎えつつあるという話を4月の段階ではしていました。この避難民の皆さんですけれども、ウクライナ国内からリビウに避難してきているということですが、その点についてこう問題などが起きたりはしていないんでしょうか。避難してもこう生活する場所がないとか、そういったことはないですか。はい、リビウ市内にも何か所か一時的な避難施設というのはありました。今回ですね、私ウクライナに来る前にポーランドの方で取材をしていたんですが、そこにあるコンテナ会社、コンテナで仮設住宅を作っている会社なんですが、そちらの方からウクライナ西部リビウに向けて1500個のコンテナが送られ、そこは仮設住宅として避難している方に提供されています。
その家はですね、きちんとトイレで、集合住宅にはなるんですけれども、トイレやキッチンなどが配備されていて、中長期的にそちらで生活することは可能だということでした。どうでしょう、こう取材をされていても結構街の中に避難民の方いらっしゃるなという印象はありますか？はい、今回来て、少し驚いたというのは、スーツケースを前回来た時はですね、スーツケースを持った避難民の方が非常に多くいたんですね。ただ今回はほとんどそうした人の姿を見ることはありません。そうしたところからも今は東部や南部などからウクライナ国内に避難してきている人の数というのは少しずつ減ってきているのではないかなというふうに感じます。その一つの理由としてはキーウなどが今ロシア軍を押し返した状態で比較的安定してきている。また東部のハルキウなどもですね、中心部などに関してはロシア軍を押し返したという話が出ています。そうしたところに戻る避難民の方も少しずつ増えているのではないかなと予測することはできます。この避難に関しては、ウクライナ国内ですとリビウ、ウクライナから出るとやはりポーランドが話題になりましたけれども、ポーランドに避難をされている方、ポーランド国内ではなくて国外にウクライナよりも外に出ている方というのはどのくらいいらっしゃるんですか？はい、UNHCR の、統計によりますとですね、国外に避難しているウクライナからの避難民の方は700万人と言われています。そのうち370万人が隣国のポーランドへ避難しています。ただもう一個の数字もあります。ポーランドの国境警備隊によりますと、そのうちの4割がすでにウクライナ国内に戻っているということです。そこには2つ大きな理由があると思います。一つは先ほども話しましたが、キーウやハルキウなど一部の地域が安定を取り戻していると、そうしたところにもともと住んでいた方の多くは自分の家に戻っているということがあると思います。そしてもう一つはポーランド国内で長期的に住むということができない人たちです。ポーランド政府は最大限の支援をウクライナからの避難民の方にしていますが、その一方で少しずつ支援も小さくなってきています。一時的なシェルターであったり、そういったところは閉鎖が進んでいます。また避難民の中にはポーランドの市民の家に一時的に滞在する人もいました。それに対してポーランド政府は支援金を出していたんですが、今後その支援金を打ち切るという方針も打ち出しています。そうなるとそこに住まれていた避難民の方は自力で生活をする必要があります。その場合はポーランドに定住をする、そこで仕事を見つけるということです。そこに対するポーランド政府もサポートはあるんですが、やはりウクライナの避難民の心にはいつか母国に帰りたいという思いがあります。そうした人にとってはこのタイミングでウクライナに戻ろうと決断している人が多いというのも実情だと思います。松本さんはポーランドでも取材をしていたと聞いたんですけれども、実際に取材をしていてどうでしたか？ウクライナからの避難民、皆さんこうやはり不満だったりとか、そういった声は聞こえてきましたか？はい、不満ということに関して言えば全く聞こえてきませんでした。やはりウクライナの人にとっても手を差し伸べてくれているポーランドに感謝の思いが強い、そういった思いを、話を聞いていると感じました。またポーランドの人もウクライナに手を差し伸べたいと、それを本当に心の底から思っているということも感じました。ポーランドは第二次世界大戦でナチスによる侵攻を受けて非常に多くの市民が虐殺され亡くなっています。そうした歴史的な背景からも今回の侵攻によって避難を余儀なくされているウクライナの避難民に少しでもサポートしたい、そういった思いがあるんだと思います。今こう食料に関してもですね、そのウクライナの輸出ができない状況が、黒海が封鎖されている影響で出ていると思うんですけど、そのあたりはどうでしょうか？こう生活をしている生活レベルで実感することはありますか？そうですね、ウクライナ国内に関してはご存知のように小麦は大量に残されています。そういった点から今の現時点でウクライナ国内で食料不足でいったということは起きていません。ただ、今回の取材の中で西部に、で暮らすウクライナの農家の方の取材をしました。彼はメインを、
作物作っている穀物ですね、もともとはトウモロコシを、一番多く作っていたそうです。その方は今年から小麦に切り替えたという話をしていました。その理由がトウモロコシを乾燥させる際にですね、大量の燃料が必要になるということなんです。そしてその大量の燃料、それは天然ガス、ロシアからの天然ガスに依存していたということです。そのため今回の侵攻で今後天然ガスが手に入らないかもしれない、そしてロシアにお金を払いたくない、そういった思いからトウモロコシから小麦に切り替えたという話をしていました。ただ八方塞がいの状態は続いています。先ほども伝えましたけれども、黒海が封鎖されていることで小麦を輸出することはできません。彼の農場でもおよそ4000トンの去年の小麦が残された状態でした。今回栽培している小麦を収穫したとしても、それを海外に輸出できるそういった見込みというのは立っていないというのが現状のようです。どうでしょうか。直近では3週間、そしてその前に1ヶ月ほどなので、およそ2ヶ月ポーランドやそのウクライナ、リビウなどで取材をされていた松本さんから見て、今ウクライナの人たちは正しい情報をしっかりと伝えてもらえているんでしょうか。ウクライナ国内ではですね、SNS などのアプリを使って政府は積極的に情報を提供しています。そうしたところから得る情報というのは、当然ウクライナ側の情報にはなります。ただ一方で、ロシアと違ってですね、ウクライナは制限というか、インターネットに自分からアクセスをして情報が取れないということはありません。なのでウクライナの方たちも政府からの発表はもちろん受けつつ、自分たちで今の戦況がどうなっているのか、そうした情報を得ることは可能です。ただウクライナ政府は積極的に動画などを配信しています。先ほどもありましたけれども、そうした動画を見ることによって、一般市民の中でメンタルに問題を抱える、そういった負担がかかっているという話もあるようです。このおよそ2ヶ月の間に取材をしていて、松本さんが日本人に伝えたいことっていうのは、最後にちょっと教えていただけると嬉しいです。はい。合わせておよそ2ヶ月弱ですけども取材をしてきました。私たちも取材を続けているんですが、やはり少しずつ今回の侵攻に関するニュースというのは少なくなっている、そういったふうな印象を感じています。私たちも伝え続けなくてはいけないんですけれども、やはり日本の人々にもこの問題にこれからも関心を持ち続けてほしい。今はインターネットであったり、自分たちで情報を手に入れることができます。こうした現地の情報を少しでも知ることで、こうしたウクライナで今も苦しんでいる人がいるということに思いを捨てほしいなと思います。また寄付であったり、そういったものも自分たちでどういったところに寄付するとかですね、そういったところも選択することができます。そうしたところも自分たちで日本国民としてそれぞれが考えて行動してほしいなと思います。わかりました。松本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。